ソルトの地獄のメカニカル練習帳第52巻、その4の第23日目でございます。冒頭はですね、あのジミー編の、パープルヘイズの、まあ、イントロなんですかね、久々にねちょっと弾いてみようかなと思ったんですが、いや忘れてますね、全然下手くそな演奏で申し訳ない感じですけども、まあちょっとそこら辺もねちょくちょく練習していこうかなと思います。ということで今日はですね、昨日まず108まで、メインフレーズ上げたんですけども、一応今日は104からスタートして、で112まで、上げました。まあただねちょっと112、まあいけそうでいけない感じ、とか、まあ108もまだちょっと微妙なラインはあるので、まあ明日もまず104からスタートして、まず108は確実に弾けるような感じにしていって、で112に行ければなというふうに思います。ただね、今日は、なんか集中力が持たなくて、まあ途中、いろいろ寄り道をしてしまいましてね、あまり練習ができなかった。まあ、っていう感じですね。なんかやっぱりこう、なんか適当にね、弾いちゃう。まあ本当の、なんていうんですかね、かっこいいギター上手い人が弾く適当の適当じゃなくて、本当のただのグダグダな適当のね、演奏を、演奏でもないですけどね、なんかコード弾いてみたり、カッティングしてみたりとかね、そういうのをやったりしちゃうんですよね。まあ、ただね、まず一応100台のテンポにはある程度、追いついてきたかなっていう、感覚はあるのでね、あともう少し、そのスピードになれるというところをですね、頑張っていきたいなと思います。完全に寄り道してますね。でしたね。なんか集中力が持たなくてね。なんかね、あれですね、萩原優先生のピック隠しのやつね、あの動画。私も見たんですけど、やっぱりね、やりたくなっちゃいますよね。はい。ということで、まぁ、ちょっと、ピック隠しの練習もなんかしちゃったりしてね。後半がやっぱ音が汚いんですよね。ピッキングも、なんかこう、アタックできてるようでアタックできてないとかね、しっかりね。そこはやっぱりちょっと課題な部分はありますね。これ112のテンポですね。ちょっとやっぱスピードに追いつけてないっていう感じ。ただですね、ちょっと思ったのは、まあこれは明日また頑張りたいと思います。はい、ではまた。